MLA, フレックスは乗員や歩行者を保護するための、先進のアクティブセーフティシステム等膜調和して、機能させるための強固な基盤を提供します。プロダクトエンジニアリング担当トーマス・ミューラー氏、新型レンジローバースポーツジャガーランドローバーはこのほど、新型レンジローバーと新型レンジローバースポーツが最新のユーロンカップ、 ヨーロピアンニューカーアセスメントプログラム。欧州における新車アセスメントプログラムにおいて、いずれも最高評価である5つ星を獲得したことを発表。今回の5つ星獲得は2009年に導入されたユーロンカップの厳格な安全性評価においては、2011年のレンジローバーイボークに続くものとなる。 両モデルには MLA フレックス、フレキブルモジュラーダンギティジナルアーキテクチャをベースとする新しいアーキテクチャを採用しており最先端の運転支援技術と応答性の高い洗練された走りをうまく調和させ両立させるための強固な基盤となっている4人乗り5人乗り2人乗りの設定が可能な新型レンジローバーは シートの合成を先代モデルに比べて最大50%高めており、新型レンジローバースポーツも35%強化している。新型レンジローバーは子供乗員保護性能評価で87%、歩行者保護性能評価で72%、新型レンジローバースポーツは、 成人上院保護性能評価で85%の高得点を獲得した。さらにセーフティアシストカテゴリーにおいても、両モデルとも82%の高得点をマークしている。ジャガーランドローバーのプロダクトエンジニアリング担当エグゼクティブディレクターのトーマス・ミューラー氏は次のように述べている。ユーロンカップにおける今回の高評価は、 まさに当社が50年以上にわたって安全性、総破性ラグジュアリーさを兼ね備えた車のエンジニアリング、マニュファクチャリングに真摯に取り組み、専門知識の積み重ねが成果として現れたと思います。当社の協力でフレキシブルな MLA、フレックスは、自動緊急ブレーキ、AEB 等をはじめ、 乗員や歩行者を保護するための先進のアクティブセーフティシステムとうまく調和して、機能させるための強固な基盤を提供します。レンジローバー、レンジローバースポーツは技術の結晶と言えます。両モデルに搭載している ADAS は以下の通り、エマージェンシーブレーキ AEB。車両前方に設置しているレーダーとカメラを用いて、 先行者、歩行者、自転車、またはホスト車両が左折または、右折中に隣接車線からの対向車や自転車の検知を支援。差し迫ったリスクを特定し、ブレーキをかけることで衝撃を最小限に抑え、回避。レーンキープアシスト。道路の車線表示をモニターし、意図しない車線離脱を検出。 車両が車線の境界を越えそうになると、境界を越える動きに対抗するために、ステアリングホイールを作動。エマージェンシーレーンキープアシスト。車両が道路の端に近づきすぎたり、対向車の車線に向かっていていると判断した場合、正しいステアリング入力を行うよう支援。3D サラウンドカメラ。 車両の周囲360度の 3D ビューを提供し、操縦中にタッチスクリーンディスプレイに複数のビューを同時に表示し、ドライバーの詳細情報を提供。クリアサイトグラウンドビュー。中央のタッチスクリーンディスプレイでボンネットの真下にある隠れたエリアを表示。ドライバーコンディションレスポンス。 ドライバーが一連の音声ガイダンスに反応しない場合、車両を停止させ、ハザードランプを点灯。リアコリジョンモニター、オキュパントプロテクションアシスト付き、フロントとリアのコーナーレーダーを使用して、70M 以内の衝突の危険性を検知し、乗員に警告。必要に応じてハザードランプを点滅させ、シートベルトを張り、 ヘッドレストを前方に移動させ、シートを傾け、ウィンドウとパノラマルーフを閉めることで、衝撃に備えた準備を行う。プレエンティブサスペンション。前方衝突警告システムが衝突の危険を検知すると、サスペンションが自動的にダイナミックモードに切り替わり、回避行動が必要な場合に最も俊敏な反応を示してドライバーをサポート。 アダプティブクルーズコントロールステアリングアシスト付き設定した巡航速度を維持前方に低速の車両を検知すると自動的に速度を下げステアリングを微調整することで車線の中央を走行するようドライバーをサポートパークアシスト駐車可能なスペースを検出し 車両を重列および横列のスペースに誘導。パークアシストは、ステアリング、アクセル、ギア、ブレーキを使って車両を制御。さらに、いずれのモデルにも、空気清浄システムプロ、ナノ EX 搭載 PM2.5 フィルター付きを搭載。PM2.5 フィルターとナノ EX テクノロジーを用いて、 ウイルスやバクテリア、臭い、アレルゲンを中和し、清潔な室内空間を維持する。遠隔操作で、出発前に車内を快適な空気環境に設定することも可能だ。なお、2014年にデビューしたコンパクト SUV、ディスカバリースポーツも、子供乗員保護性能評価で89%、歩行者保護性能評価で71%、 安全支援評価で85%と、今回の試験でスコアを向上させ、再び5つ星を獲得。これにより、レンジローバーディスカバリー、ディフェンダーの各ファミリーが有論格で、5つ星という最高評価を獲得したことになり、最も安全な SUV であることが証明された。